ちょっと待って。やばい。なんでこうなった？おかしいよね。どうしよう。ちょっと待て。前髪スリムカットしたらこうなっちゃいました。だってみんなが昔の青木の方がいいって言うからさ。なんでこんな感じに前髪を戻したつもりだったんですけども。ちょっと前髪おかしいよこれ。なんでこうなったの？前髪だって。なんでこんなカニみたいになってんの？カニ？今日やることいっぱいあるんですよ。病院に行かなきゃいけなくて、病院に行った後にしたら前髪直しに行く。あ、病院って言ってもその病気してるわけじゃなくて、女性ホルモン剤を打たなきゃいけないんですよ。今お盆前じゃないですか。病院が閉まる前に女性ホルモン剤を体に注入しなきゃいけないの。それじゃないと青木カノンが青木カノンで入れなくなっちゃうんですよ。なっちゃうから。あ、別にあれですよ、男に戻るわけではなくて、女性ホルモン剤をしなくなった途端に、なんか来た、LINE が。女性ホルモン剤をしなくなった途端に、めちゃくちゃ老けちゃうんですよ。違うでしょ、カノンちゃん男の子に戻っちゃうでしょって言われるかもしれないんですけども、もう、下半身のブツを取ってるので、男の子には戻ることは、ありえないんですよ。じゃなくて、なんかすごい LINE が来る。じゃなくて、更年期障害になっちゃうんです。だから、それを抑えるため、プラス、女性らしさを維持するために、女性ホルモン剤を体にこうやってって注入しに行くんですよ。なのでこの髪型のままで今から病院に行くわけにはいかないので、隠しながら病院に行こうかなと思います。ちょっとどうしよう。すいません、時間が17時22分、化粧の準備してたら女性ホルモン剤の病院行くの忘れちゃってました。でね、それはいいんですよ、明日行けばいいんで。じゃなくてこの前髪ですよ。なんなの、ちょっと待て、ちょっと待て。なんで私って毎回前髪がおかしくなるの？前髪を伸ばしすぎでしょ。いいんですよ、あの前髪が生えてきたのは本当にすごい良かったんですけども。良かったじゃないよ、ここを切っちゃったの私。ここ切ったら顔でかく見えるじゃん。あ、パンツ入ってない、パンツじゃない、ズボン入ってない。ちなみに今日のメイクはすごい私にとっては治安がいいんですよ。成功株なの、今日の、ね、メイクは。じゃなくて、前髪なんですよ。心の中では、前髪こうなったとしても、化粧すれば、なんとなくごまかせるんじゃないのって思ってたんですけども、化粧しても結局前髪は変わらないっていうか、この髪型になっちゃったのも、すっぴん時に見てたから、化粧したら、この変な前髪、いや、カニみたいな前髪がごまかされて、調和するんだろうなって、こう、化粧がここにあったとしたら、ここに前髪ね、カニの前髪ね。で、ここでこう、さっきはすっぴんだったから、この化粧してるところのグラフがゼロだったんで、カニ頭はこうやって目立ったんですけども、化粧するということでこうやってグラフがね、化粧を増えていくっていうこのパートを超えて、化粧&カニ頭、それでうまく調和するだろうって思ってたんですけども、全然おかしな前髪はおかしな前髪っていうことで、でも可愛いかもしれない。ではですね、今から美容室に向かっていくんですけども、美容室が渋谷なんで、私の家から電車で数分とこだから、6時半でしょ予約が。今5時27分なので、ちょっとゆっくりめにカフェとか行きながら行こうかなと。ちょっと待って、これで歩くの大丈夫かな、これで歩く大丈夫、死ぬほど恥ずかしいんですけども。人間誰しも自意識過剰な動物です。今渋谷駅なんですけど、車椅子のご利用のお客様、ギリギリになっちゃった、危険ですので急がないと間に合わないよ。おっと、渋谷駅でこんなカニみたいな頭して大丈夫かと思われつつも、 YouTuber 魂が止まらない。 YouTuber 魂が乗り越えるだけだ。今あっちの方に私が予約したタクシーがあるので、そっちまで行きます。すいません、お待たせしました、 Uber です。よろしくお願いします。着きました、ピエロさん。やばい、先方にはもう電話したんですけど、40分に着くと言って42分って、今ここで動画撮ってる暇でもないだろうみたいな。早速入店してきます。ちょっと恥ずかしいんですけど大丈夫ですかこれ。ちょっとなんかすごい、このこちらの可愛いお姉さんのような前髪直せますか。直せます。あ、本当ですか。はい、ちょっと直させていただきます。ありがとうございます。感染対策しっかりされてるから、マスクみんなつけられてるんですね。これやばいですか。ちょっと作業で、はい、なんかちょっと違う感じで。あ、本当ですか。バーバー青木はダメですか、やっぱり。ちょっと、本当ですか。多分つきたくなくて、もうこれ以上髪の毛を失いたくないんで。はい、もうすぐ。これ店長、また取らさせていただきます。店長です。
ちょっと前髪、はい、自分で切っちゃって修正しに来させていただきました。ありがとうございます。初カット、いつもエクステなんですけど。あ、前髪、はい、今日前髪だけなんですよ。伸びましたね。いやもう失敗してちょっと恥ずかしいんですけど自分で切っちゃったんで。じゃあ、全体の雰囲気が分かるために、一瞬マスクしたので外します。で、まずマスクを外したと同時にモザイク外します。で、マスクを外した瞬間私喋らないんで感染対策は大丈夫ということで、じゃあ行きますよ。3、2、1。めちゃくちゃいいじゃん。治りました。さっきのあの比較画像どうぞ。ドン。すごくない？ありがとうございます、秋代さん秋代さん、ありがとうございました。秋代の、秋代さんに神の手によってゴッドハンドによって治りました。ありがとうございます。秋代さん気になるんですか？あ、治ましたんですよ。なるほど、美しいです。でも美しい。私も美しい。美しいすいません、今日絡みにくくて。はい、こんな感じです、全身は。え、バランスいいんじゃない？これ、ほら。え、ちょっと昔のこの大きになったぞ。昔のこの大きじゃないの？テンション上がっちゃいますね。この前髪の、うん。うん。では、秋代さんありがとうございました。また来ます。ありがとうございます。はい。粉を変わります。あの、私があそこの角を曲がるまでここに立ってるのやめといてください。いつもみたいに。もう入ってください、入ってください。はい、さよなら。すごい素敵な方ですよ。ということで今回はですね、この青木のカニ頭救済計画ということで渋谷のピエロさんで前髪を切っていただいたんですけども、まさかの昔の青木カノに戻っちゃったっていう、これ戻っちゃったというか戻ることができたって言った方が適切かもしれません。むしろこの前髪の方がなんか新鮮さが増して、昔に戻ったって言ってもなんか新しい青木カノ新時代到来かという新しい気持ちでですね、また引き続き活動頑張れそうかなと思っております。ということでぜひですね、あのアフィーロさんのリンク下にありますので気になった方行ってみてください。企業案件ではありませんからねやめてくださいね。企業案件だって企業案件でちゃんとやりますからね。ということで今回の青木カノンの昔の2019年時代の前髪に戻ってよかったと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。これ可愛いよね、可愛いよね。前髪の高評価お願いします。各 SNS も画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。